こんにちは。整体ニコニコスタイルのネロです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしていきたいと思います。ということで今日はですね、巻き型にならないバッグの持ち方ということで、お届けしていきたいと思います。巻き型っていうのは、まあ、こうね、巻き型っていうのはこうね、肩が巻いて、内側に巻いてしまう。まあ、これが巻き型ですけども、まあ、肩こりだったり、あと頭痛だったり、あと目がですね調子悪いとか目がぼやっとしやすいとか、まあそういうような症状の人っていうのは結構この巻き型になっていることが多いです、ね、なので逆に言えばですね、この巻き型になっているのがちゃんとね胸がこう開いた姿勢になれば、まあ見た目もすごく綺麗になりますし、あとは先ほど言った肩こりだったり頭痛だったりね、あとは目の症状ですね、そういったものが改善されます。なのでまあ、この巻き型っていうのを改善していくといいわけなんですね。で、それはあなたもご存知だと思うんですけども、やっぱりですね、こう、バッグを持ったり、まあ、家事なんかもそうですけども、こう、バッグを特に持って、重たいバッグ、特に女性の方なんかは重たいね、カバンを結構持ってることが多いですね。こうやって持ってることが多いです。で、そうすると、どうしてもですね、巻き型になってしまうんですね。なので、まあ、いろんなね、体操したりとか、ね、施術を受けたりとか、ね、いろんなトレーニングをしたりとかして、巻き型を改善しようといろいろね、意識してたりしてても、なかなかこの巻き型が改善できなくて、やっぱりですね、肩こりとか、頭痛、それから目のね、症状、まあそういったものはですね、なかなか改善しないってことがかなりあります。なので今日はですね、こういう重たいバッグを持ってもですね、巻き型にならないようにする。逆にですね、その重たいバッグを持つことによって、その重さを利用してあげると、逆にですね、この巻き方っていうのは改善できるようになります。ね、でそういう、ね、バッグの持ち方ができたらいいじゃないですか。なので今日はですね、まあそういったところをですね、詳しくね、お伝えしていきたいと思いますので、知りたい人は続きをご覧になっていただければと思います。ということで、まずですね、まあこういうバッグですね。ちょっと止めますね。はい。ということで、まあ、こういうバッグ。ここにはちょっと今本がいっぱい入ってあって、ね、結構重たくしてあるんですけど、こういうバッグを、あ、こういう風に持ってるときに、ね、なぜ、まず、巻き型になってしまうのかと言いますと、まあ、こう持ったときにですね、これ腕の力で支えてますよね。なので腕の力で一番使うのはこの、上腕二頭筋っていう、 こう力こぶの筋肉です。ここで、ね、このバッグをここにかけてたら、これが力入れないと腕がね、こう伸びてきてしまいますよね。だから力をこう、こっち方向に、ここの筋肉に力入れて、こう縮めることによって、このね、重たい皮を持ってますから、どうしてもここの力こぶの筋肉が緊張を起こします。で、そうすることによって、この力こぶの筋肉っていうのはこの肩甲骨の前側につながってますので、それが、緊張しますので、肩甲骨が前に引っ張られて、どうしてもですね、こういう風に腕の力でこう持ってると、肩甲骨がね、こう巻いてきてしまって、そして、巻き型になってしまうということなんです。なので、まあそれを解消するためにはですね、ここの上腕二頭筋っていう力こぶの筋肉を使わずにですね、ここを使わずに、この重たいバッグを持つ必要が出てくるということなんです。ここまでお分かりでしょうか、ね。ですがですね、普通に考えたら、まあ、こんな重たいバッグ持ってますから、こうね、この力入れなかったら、これ、ストンと落ちちゃうんじゃないかというふうに思うかもしれないんですけども、そこで登場するのが、三鎮というね、まあ、昔の空手の型にある三鎮のこういうね、ポーズがあります。で、これは正確にはこれ両手でこういうふうにするんですね。こういうふうに、外側から内側に来て、そのままこういうふうに、くるんとさせます。横から見ると、こういうふうに来て、こう手をね、返してあげます。向かい前からすると、こうします。で、これをですね、このカバンを持つときに利用してあげます。ね、こうして、ね、この状態でこれをですね、こう持ってあげればいいわけです。そうするとですね、何が起こるかと言いますと、この肩甲骨がしっかり立ってくるんですね。わかるでしょうか。で、これが普通にここの力で持っちゃうと、肩甲骨っていうのは寝てしまって、ね、肩が内側にこうね、
巻かれてしまうんですね。ちょっと白色なんです。わかりにくいかもしれない。肩がね、一応巻いてしまいます。ですが、三鎮のポーズをね、こうしてあげますとですね、これ胸が開くんですね。そして肩甲骨がしっかり立ってきて、肩甲骨の力で支えることができますので、ここの上腕二頭筋のこの力が多いの筋肉っていうのは、ほとんど使わなくても、この重いですね。これ今は本10冊ぐらいと重たいんですけど、それがこういうふうに支えることができるということになります。なので、まずはですね、この麻痺肩にどうしてもなってしまうという人はですね、この三鎮のポーズを、まず、これをね、やってみてください。三鎮です。三鎮です。ね、ポイントは、内側からこう来て、これがね、肘が、まあ、手と肘がこう体の中に入ります。中に入ったら、肘をそのままにして、手だけこういう風にします。どうしてもこの三鎮のポーズ最初やりますと、こういう風にね、こうして、ここから肘をね、こう開いちゃうんですね。そうじゃなくて、肘をそのままにしたまま、くるんと返します。横から見ると、こういう風にして、肘を内側に入れたまま、くるんと返します。で、そうするとですね、肩甲骨が立ってきて、胸が開いた状態で、このね、こういうバッグを持てますので、まあそういう風にしていただくといいと思います。で、実際にはですね、こうやってかけてたらこれ大変なので、まあ持ったまま、こういう風に三鎮していただいて、それでここに持ってきていただくっていう風にしていただくといいと思うので、あとはちょっと自分がやりやすいように使っていただければと思います。ということで、巻き肩にね、こう、パンモッてになっちゃう人は、まず三鎮からやってみてください。で、またやってみて、わからないことがありましたら、またコメントとかね、質問、LINE とかメールとかでいただければと思います。まずはこれやってみないと、なかなかね、これはわからないです。ね。頭だけいくらね、勉強してもですね、それがこの、実際やってみて、それでこの体でわかるのと、頭でわかるのは全く違いますので、ぜひね、あなたも、まず実践からやってみてください。で、もし難しいようでしたら、カバンのね、中身をちょっと軽くして、徐々に重くしていくようにすると、やりやすいので、まあそういうふうにですね、無理なくやってみてください。ということで、また、こういったね、動画、お送りしたいと思いますので、下のチャンネルからですね、またチャンネル登録と高評価を押してください。ということで、ここまでのお付きありがとうございました。